西東京バス奈良原営業所。西東京バス奈良原営業所は、東京都八王子市、奈良原町591の一に位置する、西東京バスの営業所。シャバンの営業所記号は A。八王子市東部と日野市、秋留野市、秋島市、福生市の一部を所轄エリアに持つ。なお、都府町にある、奈良原営業所中野学園車庫、菊中野が、区園車庫についても記述する。 八王子駅から八王子バイパスや甲州街道、東京都道59号八王子武蔵村山線を経由して、宇都木く大、東海大八王子病院へ路線。第0号は、大和田団地から甲州街道経由で八王子駅へ至る路線で、平日午前中、上り方向のみの運行。2009年4月1日、第11が新設された。2015年4月1日、 第04が新設された。平日のみ。16号11系統の運行終了後の深夜に運行される。こちらも深夜に運行される。16号04系統と異なり、三井大は非経由である。この系統がメインで運行されており、日中でも毎時4本程度である。毎時1本程度の運行。後述の位11と合わせて、毎時2本程度の運行になっている。 ほぼすべての便が左0位置、純真女子大学止まりで都府期まで向かう便は5区、少数となっている。2016年3月26日、京林大学の移転に伴い、行き先を京林大学から都府き、純真女子学園に変更。八王子駅から、甲州街道、東京環状、滝山街道のいずれかを経由して、京林大学、東京純真女子大学、 創価大学へ向かう路線。16号11系統は、一時期日中運休だった時期があるが現在は、日中も運行している。日踊り山トンネル経由は大きく分けて、都府機方面と、創価大学、東京富士美術館方面と灰島方面の3、方向に分けられる。創価大正門東京富士美術館方面。2009年4月1日。 新滝山街道の第一航空開通に伴い、創価大学を左回りに周回する系統16、1 6号0 6比例4が新設された。概ね比例2の方が本数が多めになっており、比例4の本数は少ない。また本数的にも、創価大学方面は日踊り山トンネル経由よりも、常日の16号経由の方がメインに運行されている。 2017年4月1日改正で、比例2のうち平日の1往復が、純真女子学園まで延伸され、名称も比例5となった。都府吹方面、日中は比例1、比例7、比例8が、毎時1本ずつ運行されており、京王八王子駅飛ぶ機関では、毎時3本が運行されている。比例3は、土休日の一部時間帯のみ運行。 ハイジマ方面ハイジマ橋で玉川を渡り、ハイジマ駅まで向かう系統で、本数は1日1から2本である。その他、急行便も途中まで同経路を通り、トンネル経由便は2008年9月以降も、系統番号の変更がない。2008年の系統番号変更により、秋1.02の番号は、当面、運梅営業所運行の秋1.02と、 重複することとなる。秋は、奈良原が、秋川街道経由であることから、大梅管轄は、秋川駅経由から、が、両者での経路の重複は、奇襲点を含めてない。平日朝ラッシュの奈良原町京王八王子駅、方向は4分に1本という高頻度で運行される。ほか、朝ラッシュ時の上りは、甲州街道のバス停をすべて通過する、霊園内急行が運行される。 東奈良原交差点までは、秋1.023.11と同経路だが、こちらは、霞学園通り経由となり、犬目、高尾街道経由で、奈良原町に至る。指令には、2006年9月1日の826、廃止により、2011年4月1日の指令3、新設まで、八ス以外では、八王子市役所停留所を通る、唯一の系統であった。 京王八王子駅、西八王子駅から、市役所入り口、横川町住宅、泉町住宅を経由して、松枝住宅へ至る路線で、2005年9月1日の路線再編成によって新設された。しかし、2006年9月1日に、西十二が京王便、西八王子駅藤森高校、長房団地と重複するため、番号を入れ替えた西二十一へ変更された。 2009年4月1日に、大梅営業所から移管され、同時に、系統番号が変更された、廃32雨メ01、灰22高月01。雨メ01は2016年3月26日を、もって廃止、高月01は、同日行き先変更。高月01は、都吹方向は、平日朝1本のみ、灰島方向は平日午後3本のみ。 高月さんがメインで毎時1本程度の運行。高月礼二が朝夕に高月さんの増発便のような形で運行されている。2014年4月1日には、左礼後、灰島駅左入りから純真女子学園の経由地を左入りから高月に変更する形で高月礼二が新設された。2016年以降、 奈良原営業所の出入庫改装を営業運転化した路線が相次いで開設されている。明治大学附属中の八王子中学校、高等学校、東京都八王子市戸吹町1100の校内に所在し、八王子駅と秋川駅より送迎バスの運行を受託している。1994年の車庫開設当初は、同校所有の自家用車を営業ナンバー登録に、 変更して運行していたが、1995年より、西東京バス発注車の導入が始まり、2003年に自社発注車に置き換えられた。なお、自家用車の一部は、琉球バスなどへ移籍している。1990年代半ばまで、主に、イスズキュービックを導入していたが、2000年頃まで、西東京で導入する、一般路線車両のほぼ全車が、日産ディーゼル車となる。 当営業所には、西東京バスの営業所で唯一フルノンステップバス、日産ディーゼルスペースランナーウーアノンステップが在籍していた。2008年11月現在は、日産ディーゼルウーアノンステップ、イスズエルガなどが主力として活躍中である。なお、これらノンステップバスの大量導入により、2008年に大型ツーステップ車は淘汰された。2005年以降、 共愛区間が多いため小型車、日産ディーゼル RN を使用している路線、赤月21、チレイなどの中型ノンステップ化が進められ、日野、レインボー HR9 メートルやイスズエルガミオが新規入りされたほか、五日市営業所や日川車庫より、日産ディーゼルスペースランナー RM が転属した。2009年からは、残りの RN の置き換えのため、日野、 レインボー E が導入されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。